玉川出禁発言の吉村大阪知事、珍しく発言を撤回し謝罪していますが、特別、玉川氏に向かって、何か言葉を発しているわけでもなく、誰かに言われたから謝罪しているようにしか見えません。僕自身の、玉川さんに対する発言について、ちょっと考え方を述べさせていただきたいと思います。僕自身のこの玉川さんに対する発言についてですけれども、振り返って考えて、これはいくら政治集会の場であったとしても、僕は言い過ぎたというふうに思います。僕が間違っていたと思います。この点については、撤回をして玉川さんに謝罪を申し上げます。やはり、いわゆる出禁の権限はないにしても、ただやはりこの万博を積み上げていく作っていく立場でもありますし、たとえ政治集会とはいえ、やはりここは不適切な発言だと、間違っていた発言だというふうに思います。なのでここはもう撤回をして玉川さんに謝罪をいたします。ではこれ含めて質問される方、すみません、ちょっとこれについて質問する予定はなかったんですけれども、ご発言ありましたので、改めてその謝罪といいますか撤回に至ったその経緯というか、どういうその経過でこういうふうに至ったのかというのを教えていただけますでしょうか。まず自分なりに振り返って、よく考えた上での意見です。当初はやはりその政治集会の場で、政治的な意見は自由、これは基本的に今も変わってはないんですけれども、そのいくら自由だとはいえですね、やはり出禁にしようかなというのはやはり言い過ぎだと思いますし、良くなかったと思います。これは純粋にこの間いろいろ僕もよく考えた上で、振り返って考えてみれば、やはりそれはいくらあの場であったとしても言うべきではないと、ことだったというふうに思います。なので、撤回をして玉川さんに謝罪をいたします。もちろんこの集会の場であったとしても、その発言というのはこれが当然外に出るのは当然あり得る話で、そして外に出て、その部分を見たときに、やはり僕はこれは良くない発言だというふうに思います。その自分一人でいろいろ考えられてそう思われたのか、あるいはその周囲のいろんな方から何かこうちょっと言い過ぎだったんじゃないかみたいなご意見も出たんでしょうか。はい、この間いろんな意見がありました。これはもうメディアの皆さんも取り上げられた皆さんもいらっしゃいますし、いろんな意見もあって、そして、僕なりにも考えた上で、やはりやっぱり良くないなと、と思います。政治集会の場において、その空気だとか、その前後の文脈だとか、その場ではそういう発言をしましたけれども、やはりこれはそこの部分はやっぱこれ世に出て、そして、そこの部分を捉えればね、やはりこれは良くない発言だということをこの間振り返って、もちろんいろんな人の意見も聞きながら、そういうふうに思います。共同通信の伊藤です。お願いします。今の話題なんですけれども、その意図としては万博の賛否のこうバランスを取ってほしいというところがあったと思うんですけれども、改めて謝罪撤回された後ですけど、こういった意図についてご説明いただけますでしょうか。はい、その意図は変わらないです。その意図自身はやはり、あまりにも、もちろん万博について批判的な意見、そして課題を指摘するというのは、これは報道機関として当然なことだと思ってます。だけれども、その万博ってやっぱり賛否もあって、いろんなこの技術者や科学者も含めて、そして海外の皆さんも含めて、いろんなこの賛成の意見、その課題を解決しようじゃないかと、いろいろチャレンジされている方もたくさんいらっしゃる中で、やっぱり賛否あることなので、そうであれば、放送機関としてある以上は、この賛否もね、ある程度は公平に論じていただきたいという思いです。での発言で、これは変わっていません。でも、それを、じゃあ言い方としてね、出禁にしようかなという言い方は、出禁にしたろうかなという言い方は、
やっぱり政治集会の場でも良くなかったと思います。ですけども、どういう点が具体的に良くなかったと思っていらっしゃるのか、その例えば言論統制ではないかというような批判もありましたけれども、ご自身で考えて確かに言論統制に捉えられてもおかしくない発言だったと思っての撤回なのか、どういうお考えですか。いや、もう言論はかなり自由にモーニングショーでやられていると思うんですけれども、言論統制をするつもりは当然なくて、そんな本気でやることもできないし、この社会の中でそんな気もありません。で、当然公務の立場で言うつもりはない。で、政治的な主張としてやっぱりちょっと語りすぎてるんじゃないですかっていうのを、言ったんだけれども、ただその言い方はやっぱり良くなかったというふうに思います。で、やはり僕自身は、政治家の中でも万博を誘致して、そして実際に、これを作り上げていく、責任者として進めていってますので、その立場の、人間として、やはり出禁にしようかな、したろうかなとかいう発言というのは、集会の場であったとして、政治集会の場であったとしても、そんな本気にできないって、できることはできないの分かってるんですけれども、それでもやっぱり言うべきではなかったのかなと、言うべきではなかったなというふうに思っています。多分玉川出禁発言を元維新代表の橋下徹氏に批判されたから仕方なく謝罪したというのが本音のような気がします。